山地用灯が開花して、それから何種類かのプラムを家の畑にも植えてあって、開花してきているんですが、ここのソルダンはもう枯れてきましたので、そうなるだろうと思っていたので、数年前に小さな苗木をすぐそばに植えておいて、これが代わりになるようにしておいたんですね。もっと小さな苗をですね、まあ、鉢植えにしてこんな風に ややアーチ型にしたものも作って、ここに植えてあるんですが、まあ、プラムの中ではですね、ソルダンとこの辺でフランコと呼ばれているものを私は好きなんですが、まあ多少でも毎年食べられればいいなと思って、枯れたものが出てくるところにこんな風に次の世代の苗を作ってあります。それからアンズですね。この木もですね、まあ、ここ見たら分かりますように、これはいずれそんなには長く持たないと思いますので、これもまあ苗をですね、枝をここから取って、まあこの親木の方がダメになってもですね、そこから取った枝が成長して、いずれまた食べられるようにこんな風に鉢植えにした挿し木苗を作って、株元近くに置いてあります。もうちょっと枝を取って、こんな風に鉢植えでですね、小さく育てておいて、後で地植えにして大きくしようと思ってるんですね。まあこの周りには赤花キヌサやエンドウバラバラバラと発種して、まあ穴は掘らないでですね、ただ種をバラバラ撒いただけなんです。支柱をすればいいんですが、まあ支柱もしないで秋からの枯れ草ですね、去年の秋からの枯れ草をこんな風に、まあ、肥料袋や土袋、培土袋、培養土袋などに昨年の秋からの枯れ草をですね、詰め込んでおいて、これをそばにもたれかけさせておけばですね、まあこんな風に支柱なしでも、まあ結構
自家用に食べる分ぐらいはできるもんですから、なるべくあれこれ小細工しなくても済むように、まあ手抜きといえば手抜きなんですがね、こんな風にしています。あと、まあ例えばですね、大きめの不織布ポットに、まあ、そら、薄い円筒ですね、薄い円筒を発注して、まあ、薄い円筒を発注して普通は支柱を立てますから、ここでは支柱をした方が枯れ草だけではちょっと無理かなと思うので、まあ、こんな風に成長し始めた薄いエンドに支柱を立てなきゃいけないんですが、ただ支柱をするだけでまたその支柱を片付けてとかやるよりもですね、このそばにはマルベリー、マルベリーの大きな木がありますので、まあ、剪定してその枝ですね、枝を、まあ、枝といっても長い枝なんですよ、こういうふうな、それらをですね、それらの一部を支柱代わりにすれば、まあこんな風にこれ支柱代わりにして、そうすると単なる支柱ではなく、これそのものがまたマウベリーを、桑の実をたくさん食べれる支柱になるように、まあこんな風にアーチ型にしたり、それから垂直近くに立てたりですね、こうしておけば毎年支柱を作って刺して、そして例えば薄いエンドが終わったら片付けるとか、そういうことではなく、支柱が必要な作物をこういう、まあ元は通り道だったんですが、通り道に合計40センチないし50センチの不織布ポットを並べて土を入れて、そうして、まあ今年は薄いエンドウをここにこう巻いて、これもパラパラ巻いただけで穴掘って植えるとかそういうことしてないんですが、そして支柱を立てて、支柱そのものが食べ物である桑の実をつけてくれて、まあそれを例えば私たちですとお昼過ぎ、まあ2時、大体2時ぐらいにはなるんですがね、ティーメディテーションの時の、まあ自家製ヨーグルトにマルベリーをいっぱい入れてヨーグルトと共に食べるというふうにすれば、まあ、全てが有機的にですね作用するというふうになるわけですね。まあこういう団地用棟の周りにもずっと不織布ポット
にパラパラ巻いた薄いエンドウとかが出てきていますので、この団地用棟の周りの不織布ポットに巻いた薄いエンドウの支柱としては、この団地用棟の親木ですねから取った枝、あるいは剪定した時に出てくる枝をやはりアーチ型にしたり、それから垂直に立てたりとかしてですね、すべて有機的にお互いに作用し合うようにすれば、まあ余計な支柱作りとか支柱の片付けとかしなくても済むと思ってこんな風にしてみてるんですがね。あとはまあバナナはですね、家の畑のバナナでは今年はですね、ドワーフナンワを普通にそのまま大きくするのではなく、東南アジアの熱帯国の人たちがあれこれしている工夫、栽培上の工夫を YouTube で見て、まあ勉強してですね、真似してるんですね。例えば、やや低めの苗が、これはムサドワーフナンワですが、それの短い花茎のもの、あるいは花茎がもうちょっと、まあ2倍から3倍ぐらいあったものをですね、短くして、で、花茎は花茎で、あちこちに垂直植えとか、水平植えなどにしてあるんです。そうして、残った花茎の長さ、これを2つにこうカットして、そうして、こちらと、こちらから出てくる巻き葉ですね。そしてそれが展開して通常の葉っぱになりますね。それらが2本になるようにして、まあこれはキッチンペーパーで仕切ってあって、その間に私はバナナの枯れ葉を差し込んでこう分けてあるんです。こう。そうしてこれが伸びてきて、あたかも日本の苗みたいになって、熱帯国での実例を見ますと、こちらにもこちらにもつぼみをつけて、一つの神経からですね、まあ、二つのつぼみがつくように、仕立てるというようなことをするので、まあ、このような低い位置で2つに分けたり、これはもっと背が高かったんですが、それからこれもそうですね。で、こういうものも花茎をカットしておいて、そうして新しい巻き葉が出てくるようにして、これが伸びてきた時にもうちょっと高い位置で、例えばこういう低い位置じゃなく、もう少し高い位置でいずれ、そうですね、4月5月になったらまたこのような2つに分ける手法ですねを応用して、ある程度背丈の高い一つの神経のから成長してきた花茎を二つに分けて、つぼみを二つつける、
というふうな仕掛けですねのために、本年はこう見てもあまり背の高いドワフナンワーは見当たらないんですね。まあ以上述べてきたようないろいろな栽培場、栽培法の工夫で、なんと言いますかね、いずれはそれらを鉢植えにしたものとかも作って食べる盆栽バナナを家の畑では多くしようと思って、パッと見たらなんかバナナ苗が非常に少ないようにしか見えないんですが、でもこういうふうに不織布ポットを逆さまにしたりなんだりしているものはですね、ここに東満花系と書いてありますが、書いてありますが、東満バナナの花系をカットしたものを横に寝かせ植えしてあるんです。花系を寝かせ植えしてあって、そうしてそこから発根発芽、発根出芽するのを狙って埋め込んであるんです。でそれに対して一回り大きい不織布ポットを逆さまにして、まあ寒い日もありますので、今日もちょっと風が強いんですがね、ある程度の保温効果も期待して逆さまにして、あちこちにこう覆いがしてあるものはバナナ苗のいろいろな仕掛けをしてあるものがあるわけです。上にかぶせるのは不織布ポットの他にこういうスリット鉢とかも使えますのでね。これなんか何をしてるのかというと、アップルバナナの青いのと黄色のがありますが、それの下の方から発芽させて、上の方から出葉させて、バナナの実1個から1本の苗を作るというふうな仕掛けをしてあるんです。そうしてタワーポットに植えて、これもまだちょっと今日みたいに冷たい風が吹く時などありますから、こうこれをスリット鉢の一回り大きいものを逆さまにして、保温効果、ある程度の保温効果も狙ってこんな風にかぶせてあるわけなんですね。まあ家の畑にはバナナ、ドワフナンワーを中心にしたバナナ苗の他にですね、無加温サンルーフで越冬させたパイナップル苗などをちょっと暖かくなってきたので外に出してですね、いちごといちごの苗、タワーポットに植えたいちご苗の間にですね、こんな風に置いたり、あとまあパイナップルの他にもいろいろな果樹の苗にをこんな風に置いて育てて、大きくなったらどこかに露地植えしたり、あるいは盆栽
これは この辺にそちらとこちらにあるのもキウイのオスメスとかですね、その他のプラムの苗木、挿し木苗木とか置いたりして、私一人がこう歩けるスペースの通路があればイチゴを収穫したり、こういうキウイの苗木をですね、オスとメス組み合わせて、まあこんな風にアーチ型にして、そして支柱アーチということは両方から根を出すので、でまだ発根していない時にはアーチ型にしても片方が抜ける場合があるんですね。そして上に伸びちゃうと私が意図したものとは違くなるので、こういうふうに同じキウイの挿し木苗を2本ぐらいずつ挿して、そしてそれで押さえるために紐でくくってあるんですね。でこういう超密植ともいえるような状態ですが、まあ私は一人で歩けるスペースさえあれば作業できますので、イチゴを収穫したりいろいろな苗木の発根出芽を促すための仕掛けをして、まあ無駄なく畑の面積を使えるようにしてあるわけですね。あとまあ3月になったら播種できるような、例えば和製枝豆とかね、あるいはまあ4月5月になってから播種するように書いてあるトウモロコシの種とかもありますが、まあ暖かくなってきたらですね、まあ例えば日中20度ぐらいになるようになったら、私は種袋の説明は無視して、これぐらいあったら発芽して成長するんじゃないかというようなものを、まあここにポットがありますが、ポットにもう播種し、これは鶴の舞という和製枝豆ですね。私は種袋に書いてあるよりも1ヶ月ぐらい早く巻いたりするんですが、そうして、あ、昨年の秋からの枯れ草をこうかけておいて、鳩とかヒヨドリにあまりつっつかれないようにしてあるんですね。すべてこの畑にある枯れ草などを利用していますので、できれば畑、その畑あるいはこの畑のものは畑で賄うようにしているんです。ですから枯れ草がたくさん生えても私は気にしないで放っておくんです。そうして秋遅くから、まあ年が変わってのまだ寒くても早春から、そしてやや暖かくなってくる中春、晩春にかけて枯れた草もみんなこの畑で何らかの役目をしてくれるように利用しています。まあ、今はまだちょっと寂しいバナナ畑なんですが、いずれつぼみが
出てくるようになればですね、盆栽、食べる盆栽バナナが増えてきますから、そうしたらバナナ、本来はバナナが中心の畑であるという姿になり変わってくるわけですね。まあ、こういうことは頭で考えるだけではわからないので、実際に畑を見回ってどういうふうにいろいろな草とか剪定枝とかを利用できるかを現場で見ないとうまいアイディアも出てきませんからね。それぞれに自分の畑で何をどのようにしたら有効利用できるかというふうな工夫を現地で、現場でやってみることが一番大切ではないかと思うんですね。まあ、もちろん頭で考えてあれをどうこうしようという考えも持つわけですが、実際には現場を見るとその通りいかない場合がありますから、そういう場合には現地現場で修正作業するということですね。